たらまた大事に今日の終わりは気づくまま過ごしてた二人だからそう終わること感じてた終わりに導めいれいもう一緒何を知る見ても二人だやったあんな日はもう二度とないような気がしてI'm not afraid of the dark.
誰にも止められない、心に決めた君だけの勇気に、こんばんは。マダム X です。先ほどね、僕ちょっと出てきて、ちょっと言ったように、今日はね、もういじっていこうか、ちょっと僕もちょっとね、ちょっとこう、覚悟を決めて、ドラムさんが今日ちょっと部屋に来れなくて、本当にどうなるかと思ったんですけど、そこでね、ちょっと本当に何もしてなかったんですけど、僕の親友の、ね、こう一人が、こういろんなつてで、一人ドラムちょっとリハで叩けるかもみたいな、ちょっとこうしてくれて、今日はありがとうございました。ほんまにね、助かりました。ちょっとリハで叩いてくれたと思います。客席で、ありがとうございます。ツアー頑張ってね、ツアーね、ツアー頑張ってね、全国制覇目指して頑張ってください。で、いつもね、ここで一人ギター本当は弾いてるんですけど、これもトラブル発生で、少し前にちょっと脳腫瘍でち
う手術っていうことで脳腫瘍で手術をして、でリハビリ中ということで、もう一人ギターがほんまおるんですけどね、今ちょっとリハビリ中で、でなんとかなりませんかみたいな、まあでも無理は言いませんみたいな感じだったら、そしたら半分だけちょっとなんとかということで、今ちょっと裏で控えたんですけど一応ね、ごめんなさいね、あの一回ね、ここのライブでライブしてる時に一回あの本当にこんなこと言うてるじゃないですけど、一回倒れて、あの裏にちょっと何か取りに行ったかなと思ったらずっと帰ってこなかったことが一回だけあるんですよ。その時に救急車で運ばれたんですよ。でその心臓の手術をして、でそれからちょっとなでしてライブをしてしてたら、ちょっと最近に脳腫瘍が見つかったということで、ちょっとライブがやばいということだったんですけど、でも今日はちょっと後ろで今リハビリしながら自分が弾く曲を待ってるんで、まあ皆さんそれあの説明一つすので、でいつもはさっきシックセンスというバンドがね、僕ちょっと同じ会社でちょっとやったんですけど、あのまあボーカルの子がいつか僕ちょっと一緒にこうちょっとだけ歌えたらないことで、今日はここにちょっとギターでこうハモリあるんですけど、その人の代わりっていう歌なんですけど、片山くん、片山くん、なんかシックセンス片山くんです。さっき出てたんですけどね、あのここでちょっと高野さんって言うんですけど、その代わりにちょっとここでちょっとハモリを、あのね、急遽もう僕をいろんな人巻き込むんですけどね、あのここでどう回るとかわかんないですけど、巻き込まれてみたいな感じなんですけどね、あのまあちょっとそういうことで、僕は後でいっぱい喋るんで、あのね、皆さんね、いっぱい喋るんで、ね、もう後で、時間は大丈夫ですか、時間まあまあ喋っても大丈夫ですか、大丈夫ですか、あの大丈夫な人ね、いっぱい喋るんで、とりあえずはちょっとポッポッと言って、でその後でね、時間計算しながらちょっと喋ります。では、また2曲ほど、聴いてください。さっと題は言わずにいきます。お願いします。いつもは愛はすり抜けたけれど、傷つくことに怯えないで、今の俺を信じて、 I want you 幸せにしたい。寒い夜を抱きしめるから、お前はいつも笑ってくれ、俺の横の寝顔を、
もうしばらくでもう皆さん解放されるんで、もうちょっとだけね、待ってもらったら。もう立っといてほんまごめんなさいね。足口大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？ちょっとしんどかったらこの辺ね、空いてるんで、よかったらね。まあ、帰ることだけはやめてもらったら、僕は幸いなんで。皆さんほんまに最後までね、温かい目で見てもらってあります。
つもここで本当に皆さんが皆さんっていうのをこのライブなんで来てもらってる方に僕も皆さん一人一人にお礼をしてここでこうお礼をしながら一人一人にこうしたいんですけどちょっとどうしても時間がねないんでもうちょっとすいませんピックアップして団体さんとかね来てくれてる方をちょっとご紹介できたらと思いますので本当にね今日もほんまにありがとうございます。多分ですけどオリコさんですよね。オリコオリコマネージャーいつもありがとうございます。ありがとうございます。森山さんいつもありがとうございます。本当にありがとうございます。いつか番組一緒にやらなダメですよ。次お願いしますよ。ありがとうございます、ね、ちょっと今から紹介するところね来てるかどうかわかんないですけどこれ、ね、ちょっとライブルぐらいしか思いますよ。JAX とか言ってジャックス、ジャックスいつもありがとうございます。ジャックスありがとうございます。ジャックスさん今日も来てくれてほんまに JAX ジャックス分かりやすいですよ。順番何の JAX とかの順番これあいうえお順やねん。ジャックさん、この辺来て、もう見えてしまって、見えてしまって、これもやっぱりここ喧嘩したらあかんけど、もう両方とも僕からしたら大事なんですよ。何人ですか？何人ですか？はーい。もう一緒ぐらいか、これ。わあ、すごいね。いつもありがとうございます。名前変えました、ジャックさん。JAX 変えました。変えてないですか？まだ CC やっとるんですか？CC はちょっとやめた方がもう分かりにくいっすよ。カタカナでジャックスか JX か俺とコーボレースなカタカナですね。そうですね、分かります。あのカード永瀬君持ってるカード、あれやね。僕あれ前から言うとんですけどあれ欲しいんですよ。ちょっとなんとかならないですけど、こう買い物した時にあの出ないのでこう一括でとかあれってほんまにあるんですよね。売ってありますよね。そうですよね。ちょっと次お願いします。お願いします。絶対ですよ。待てますよ。呼んでね、保険会社さんもね、これ取りこぼしがあったら自分からね、パン言うてくださいよ、ほんまね。とりあえずはここ頭に取って出てきたところからね。東京会場、日野さん！イエーイ！ありがとうございます。いつもお世話になっております。東京会場さん、僕前に質問書を持って、ここから質問書を出忘れたんですけど、僕ね、仕事でね、高速道路にこう、山口南っていうところからこう、たるみ店に引き取りに行くときに、高速道路で下からクーッとこう、一方通行でこう登っていくんですよ。その時に料金所までね、一方通行じゃないですか、当然。で、前の車がギュッとこう、なんか変な受け方したんで、僕も何やろ、誰か下に何かあるんかなと思って、ぐっと来たら、前から車が逆にこう来たんですよ。もう一方通行ですよ、高速道路ですよ。高速道路のゲート、入り口入る手前で、こうなってるところで、うわ、車やとか思って、なんとか下げたんですけど、あれでもし事故しとったら、これ100ゼロなんですか？なれへんのですか？動いとったらあかんのです。動いとったらあかんの？止まってなあかんのです。マジで？多分俺そこの中で働いてるから、そうなんかなとちょっとしながら、こんなんで100ゼロちゃうかったらあかんでとか、法律変えた方がいいと思いますよ。とにかく会社さん、それだけちょっと調べてみたら、僕突きになって、事故せんかってよかったな、思ってね。いえいえ、ご邪魔さんです。続きましてね。損保ジャパン、いやー、後ろにいましたか。うわ、これ損保ジャパン対こうね、後ろでこうちょっと迫力負けしてしまってるのがあるけど、まあ後で仲良くしてね、書いてくださいね。まあ保険料金はね差があると思うんですけど、どっちかの方が安いと思うんですけどね、まあちょっと張り合ってくださいね。そこで料金じゃなくて事故、万が一があった時の、そうね、万が一の時の保証ね、どっちの方がいいかね。ジャックスさんとオリコさん、どっちが聞きやすいですか？どっちかに聞きやすいですよね。お金やん。言っちゃうんすか？なんかこうチキンジョージみたいに見たって言うからちょっと聞きやすくなって、ジャックスさんいつもはいはい言ってますよ。だから俺もさんね、せやね、ジャックスさん行きますよね。チキンジョージでライブ見た、松岡見たって言うからね。ほんならもうちょっと分かりましたみたいなところで、ね、オリコさんもよろしくお願いします。ごめんなさいね。で、三井住友海上だから、いないですよね。あ、ごめんなさい、ゆうゆう、ごめんなさい、三井住友海上さん、イエーイ、いつもあります。もうごめんなさいね、もう、まあ、いつもこの適当なことを言うとね、相手に付き合っていただいて、もう本当に三井さんからすみません。
れはあの保険料安いですか？安いですか？あそこ安いですか？一番安いですか？ほんまですか？ほん言いましたね。いつも言うね。あとでちょっと戦ってください。嘘つけ、嘘つけください。また始まりましたね、これ。ごめんなさいね、火つけてすいません。あゆいソッパー！あれは進まれます。ごめんなさいね、今日最後についてね、あったけど。ごめんなさいね、あゆいソッパーで、ね、いつもね、発言してこう、目あったけど、こう、ちょっとすいません。もうこれも何の、本当に何の根拠もない。僕のこう、なんていうかな、こう脳の中で、誰がどうだから、先言うたからとかじゃないですよ。もう、テスト通してくれてありがとうございました。あ、僕それで思い出したんですけど、明日ね、バンギーの1級のテストが明日9あるということで、もう最悪やと思って、10年これ何とかなれますか、明日。なれるんすか？こんなライブの次の日にテストやねん、ほんまに。何ちゅう会社やねん。なれて。ほんまもうな、寝れるかっちゅうねん、こんな。次の日本社行って、バンギー1級のペーパーテスト受けなかったんですよ。やっと寝るかっちゅうねん。ね、その受けとかんとね、これね、通る通り別にして、後ろ10年これね。あまりますよ、これ。ちっちゃい声で。僕あとなんか忘れたことないから、手挙げてくださいよ。どこから忘れたことないですか。後でもう一回言うけど、ないですかね。とりあえずね、あと個人的にね、もう一人一人こうね、いつもありがとう、鍋ちゃん。ごめん、名前言うけどね、ありがとう。神戸店店長。ありがとう。店長。ね、いじってほしいとはね、ガンガン言ってくださいよ。ごめんなさいね。で、あれどこやったかな。はい、ほんだら次ね。若者が頑張って歌った曲がね、このおっさんがね、53歳のおっさんがね、53なんですよ、僕も。もうどうでもいいですけどね、もう、今のところ53なんですよ。53のおっさんが若いやつが頑張った曲を、こう、はちゃめちゃにしながらもうね、やってます。皆さん、またいじり忘れたくなって言ってくださいよ。最終までには電車乗せます。僕も一気にお手伝いからね、頑張るんで喋るんで、歌より喋った方がええと言いますか。そんなことない。そんなこと歌もどうでもいいけどね。とりあえずね。じゃあ、次、頑張って、いきます。Yeah.
素顔が愛しくて互いにもっと分かり合えてたつもりいいかな中の高野さん、どうぞ。アクションお願いします。まあね、もうリハビリでちょっとね、大変だったけど ね、まあ、ねここで菊池運ばれてね、心臓手術してね、でその次はね、そうね、何回病気すんねん、しっかりせん先輩ですけどね、気合いで、まあでもね、何事もなくて、脳腫瘍でけどちょっとね、ゾッとはしたんですけどね、まあ、でも
こうやって復活してくれたんで、もう本当に僕も良かったなと思います、ね、今日はリハビリしながらギターでリハビリするんでね、ありがとうございます。ほんで僕なんか忘れたことないですかね、それがね、ジャックス油断しとったよね、油断しとった、ジャックス J-A-X ジャックス、いつもありがとうございます。オリエントコーポレーション、今日は席払われるんでよかったね、なんかね、前ちょっとコメントなんか一緒でね、ちょっとこちょこちょしながらね、なんかね、やっぱ離れる方がいいですね、ちょっとあそこひっついてもどうかな、ね、もうね、東京会社さん、ちょっと後ろから圧力がちょっとすごいと思うんですけど、え、三井住友会社保険料が一番安いですよね、三井住友会社ね、最近もう覚えておきましたから、保険料一番安いです、ラッキーやね、みんなね、え、足らんな、これな、まだまだ足りへん、森子さん、ちょっとこう、カードくれるからね、僕にね、ちょっと今、僕ちょっとこう、損保ジャパン、損保ジャパンがあるんですよ、損保ジャパンって、あれですか、さっき僕、東京会場さんに言うた、あれって、どっちがあれなんですか、やっぱり100ゼロになれんのですか、やっぱり、なれんのですか、僕、事故せんかでよかったっすわ、ね、なんで100ゼロちゃうって言われたらね、世の中の日本の法律ね、どうなったんやと思うんですけどね、ごめんなさいね、真剣に言うてないですよ。でもびっくりして、ほんまに客からやってきたからマジでって顔でびっくりギューってこう伏せよって顔で止まってなあかんのです、え、止まってなあかんのです、いやでも一本通行やね、高速道路やね、 ETC のとこで多分おっちゃんがこうあれ間違えた思って逆行してきてるな、めっちゃスピードな人だからやってもだ思ったのは多分わかんないけどね、それでもアクセル踏みすぎやろみたいなね、ごめんなさいね、しょうもない話して、あよいそんぼんね、また次保険のテストあるときはね、前のように裏でピッピピッと頼むぞ。OK なよ。裏でピッピピッとね。僕何にも書けへんから、後で頼ますよ、ほんまに。絶対頼ますよ。よかった。明日の番組テスト1級の後からあれのかな。誰か力戻っておいてもこれ。俺明日行かんでもいけるみたいな。まだね、仕事重役がね、多分怒りかけてもあの、ね。いつもありがとうございます。みんなにほんまに挨拶したいんだけどね、同級生のとこなんかあるんですよ、ね、ほんまにありがとうございます、はい、名前は豆の木、お豆の木久しぶり、豆の木久しぶり、豆の木さんもっと早めに言うたら見えとったけどね、見えとったけど言うたらあかんのかな思いながら見えとうけど、一人でこれ照れくさいから思いながら、豆の木さんちょっと2、3回ちょっとよね、豆の木さんね、まあね、久しぶりやね、豆の木さんここから近いね、豆の木さんの、あ、ここ豆の木や思って、ここか思いながら昼間やったからね、しまとったんですけど、僕のことまだ覚えててくださいね、無料にしてくださいね、僕はコーラしか飲みませんけど、お茶、ウーロン茶かね、あすね、もう一回喋ってて、ここまでやばいっす、これはもっともっといじりたいけどね、ごめんなさいね、皆さんね、いっぱいいじりたいところやけど、これ次の曲は何やったか、だからそんな頑張りましょうね、ね、もう、よっしゃリハビリしましょう。それではまたあともう少しでいてください。ちょっと夏なんでね、まあ、チューブの曲2曲ぐらいちょっと続けてね。皆さん知ってる方はね、もうこういった歌いながらもステージの上上がってきてもいいんでね。全員上がってきてたんですよ。僕が目立たないんで。2、3人やったんですけどね。はい。それではチューブの曲聴いてください。Thank you.
それではみんな、もうすぐ社会人でも夏休みが来ます。学生はもうね、夏休みもうね、まっしぐらかな、もうすぐでね。ということで、ここでもう夏休みに向けて、僕らもね、5日ほどですけど夏休みがもうすぐ来ます。みんなは夏休み楽しんで、お金いっぱい使って、あまりパチンコ負けすぎないように ね、パチンコやる方ね、あまり負けすぎたらダメですよ。もうすぐ法律変わるからね。シーンとしてね、あんまりやる人も俺だけかみたいなね。まあまあ、だからあの夏休みをみんな一緒に夏休みしようぜ、イエーイ。
もうほんまにもう終わり、もうほぼ解放状態なったんで、みんなね終電まだまだあるしね、まあね、テストの方、明日仕事の方、本当にもうね、テスト俺や、まあ、これなんとかなれんのかな、何回でも言うから、まあ、実際これ見つけてこれで両方通れんけどね、明日もう寝坊で遅刻やろ、準備遅刻だ、イエーイ、オッケー、死にゃせんな、オッケー、ありがとう、ノリいいね、ノリいいね、
と、ほんまね、まあともうちょっと終わりですけど、もうジャクさん、ジャクさん、ごめんね、順番はもうね、順番は関係ないですよ。ジャックスとグルーヴは俺とこぼれちゃう。あー、よかった。あらららら、東京会場に来た、ありがとうございます。ほんまにありがとうございます。ありがとうございます。そこでもありがとうございます。みんな行ってみてもらいたい。あなた、あなた、一番保険料やってみてもらいたいです。あいよいそっぱらます。あいよいそっぽら、西川さんによろしくお伝えください。西川さん、僕よく電話でこうね、西川さん、おじいちゃんね、面白いですね。元ね、元 D 発の方ですね。そうですね、僕は先輩ですよ。やめてね、あいよい行ったみたいで。僕も何かあったらあいよいよろしくお願いしますね。あいよいというか、もう皆さん誰かお願いします。何かあったらね、テスト落ちてこうクビになったらね、やめてください。はい、さっきからもうにやけてずっとずっと名前を呼んでほしいくらいみたいな。僕の同期の同級生の吉高って、どっちもいたの。奥田吉高、奥田吉高、よう来てくれたな、ほんま。何が東急ハンズ行ってくるやで。東急ハンズ先行くな。先こっちや。ありがとう。では、忘れといた方がいい。ほんま言うてよ。もう後で怒られたら、頭なんかパニック状態やから。ほんまはここで喋っとん、歌うパニック状態なんですよ。後でね、怒られたらほんまにもうすいませんしか言えないんですけど。俺のこと忘れて、私のこと忘れてないですかね。オリエントコブラちゃん。これみんな最終点じゃなくなってしまう。いえいえ、ほんまにもう盛り上げるようになります。また次もよろしくお願いします。豆の木、豆の木さんちゃん、ほんまに久しぶりですね、豆の木。あらす、もう個人名言うならね、もうまだ終わるよね。高坂君、頑張ろうな。頑張ろうな。うえぇ、だからね、次また静かな曲いって、もうほんまにほぼ終わりに近づいとんで、もうすぐ終わりよ、もうすぐ終わりよ、かったと思いながらみんなね、聞いてくださいね。でもまた帰らせてくださいね。しょ、ありがとうございます。もうこれもうね、もう僕もこうずっと話してみたいんだけどね、もうここのスタッフもね、早返せよみたいな、もうみんな早返せよとか、何がおるか分かる。兵庫大発の社員おるんですか。兵庫大発、イエーイ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 。兵庫大発、そうかよな、絵の入ってきたね、絵の入ってきましたね、絵の入ってきたね、これね、痛み言いがしやね、これね、どうもしましたね。じゃあね、絵の入ってきましたね、兵庫大発です。それだけ。OK、 これからも兵庫大発盛り上げていきましょうね。保険会社の皆さんと一緒にね。僕テクニカルセンターで洗車してますんでね、いつもね、洗車のみしてますんで、またこれチャンス、僕のこと覚えてくださいね。適当に言ったらよろしくお願いします。それでは、愛のストーリー聞いてください。時はまだ目でも痛みと
気をつけて書いてください。誰かなんか言い残したことないですか？ないですかね。ないね。よし、オッケー。ほんなこれ最後の曲、最後。最後って言うたら分かるよね。僕らもね、もう僕らしつこいですけど、最後って言うたら、最後って言うたら、一回ピュッと言った時にもうさっとね、さっともうなんか手拍子で、ね、ごめんね。最後までこんなこと言うてほんまにもうなんじゃものっさみたいなねことになっとうと思うんですけど。ほんまに予防大学のしがない洗車係です。お許しください。よし、ラギュー。それでは最後の曲です。最後と言ってもね、はい、よろしくお願いしますね、皆さんね。はい、あらす。感謝してます。あらす。あらす。あらす。明日テスト頑張ります。あらす。あらす。はい、また最後の曲。またはワンオク、じゃあツーオクか。あ、ごめんね、なんかまだ戻ってきて。あのツーオクっていう曲、バンド知ってますか？ツーオク。あ、ワンオク？あ、じゃあ、ツーオク？母になるんでツーオクって言ったけど、あれツーオクじゃないやな。まあ、ええわ。3億か。うん、4億。あ、まあ、ごめんなさい。しつこい！僕しつこい！はい、行きます。それでは行きます。はい。それでは、
欲しがり屋さんですね、皆さんね、俺が一番欲しがり屋だ、これね、最後のね、もうこんなアンコール用意してなかったですけど、あとと今、ね、あれしようかって一瞬でもう今ね、あれやなって言ってこうサイン出したからね、これでもう皆さんやっと解放ですね。僕は帰って寂しく手数勉強して朝その会社行ってね、こんなことが嘘かのように、はい、ありがとうございます。もう受けてやんね、サンキュー。明日でかいカード持ってきてくださいよ。それでは最後まで聞いてください。Just hold you, baby, all night.
さあ、今日マダム X でした。